長崎県津島市の観音寺から盗まれて韓国に持ち込まれた仏像について韓国最高裁が同寺、ね、に所有権を認める判決を確定させて26日で半年を迎えるだが仏像は観音寺に返還されないまま盗難、えー、から10年以上が経ち観音寺の前住職田中なんとか氏はどこからも落とさたがない韓国政府は単純な窃盗品なのに返さない日本政府にも取り返す意欲が見えないと落胆するとひどいですね だから裁判所がね日本の所有権を認定したところで返さないわけだからまあ、してやそれ以前は返さなくていいっていう判決だったわけですからねひどい話でしょ読んでいきましょう仏像は長崎県の指定有形文化財観音寺菩薩座像2012年10月韓国人窃盗団が観音寺の本堂から盗み出したこの窃盗団は他の神社からも仏像を盗んでおり当時対馬では韓国人窃盗団による仏像や仏画の盗難被害が相次いでいた韓国せ警察は 年1月韓国国内で窃盗団を逮捕し仏像を回収したが事態は思わぬ方向に展開する韓国瑞山の布石寺が仏像は百年数百年前に和光に略奪されたものだとの主張を展開しその後太田地裁は韓国政府に布石寺への引き渡しを命じたのだこれに対し韓国政府は地裁判決について控訴し太田高等裁判所は23年2月地裁判決を取り消した韓国最高裁も昨年 去年10月26日布石寺の上告を棄却し観音寺に所有権を認める太田高等裁判所判決を確定させた布石寺は仏像について日本に略奪されたと主張するが観音寺側は朝鮮半島で仏像破壊が繰り返された李氏朝鮮時代被害を防ぐために対馬に持ち込まれたと説明するというか別に理由は何だっていいんですよそんな数百年前に盗まれたって証拠あんのかって話人殺したってね十数年で時効になる国もあるわけですからまあ日本 はちょっと伸びましたけどもね窃盗の時効っていうのもあるわけですからね、まあ、100歩譲って 盗んだものだとしても数百年前ですからねましてや盗んでないわけですからで、李氏朝鮮時代にね朝鮮の人たちが仏像を壊しまくったわけですよそうじゃなかったらね日本に持ち込まれることもないわけですからま、えー、してやね、略奪品じゃないし、まあ、仮に略奪品だとしても数百年前でしょ日本の民法だとね一定期間所有の意図を持ってね静かに持っていたものは自分のものになるというね土地だってそうですよ20年だったかな所有の意思を持ってね占有して 自分のものになるっていうね、えー、10年20年でね所有権というのはね確定させられちゃうわけですよ、えー、ですから何百年前に盗まれたからって <laughs> いやいやまずじゃあまず何百年前に盗まれたそんなもん普通ね何言ってんのともう窃盗の時効は切れてますよで終わる話なんですよ、まあ、100歩譲ってじゃ何を根拠に盗まれてると言ってんの資料あんなら出してって話ないわけですよ。そうそそそももも時時効効だだし証証拠拠ないわけですすそもそもから証拠すらね 出させる必要ももないわけけですけどもねそれに対して日本には返さなくていいって判決を出しちゃってそこからおかしくなったわけですよねでも判決が出るとようやくね10年越しに判決が出たわけですからそしてようやく仏像が対馬に戻る田中氏にもお祝いの言葉が寄せられたただ田中氏はそうは言っても返ってくる確信はないと慎重論を唱えていた結果として現在見立て通りの状況になっている。日韓両政府はユネスコが文文化化財財の原則返還を定める文化財法輸出に禁止 条約を揃ってて批准している対馬市議会は今年3月政府に対し仏像の早期返還を韓国政府に働きかけることを求める意見書を採択した結局さなんか日韓関係が良くなってるからあんまり波風立てること言っちゃいけないかなみたいなね岸田首相の下心みたいなものが透けけて見えるわけですよだからほらレーダーダ照射問題もうやむやにしししちゃいましたでしょ日本と仲良くなっていい思いをするのは向こうなんでだからビールと日韓関係は冷えてる方がいいって前から言って もし向こうが仲良くしたいって言うんだったらじゃあレーダー照射問題と仏像解決せいとまあ、ちょっと竹島の問題あるにしようとりあえずレーダー照射んと仏像だけは解決しなさいと言えば分かりましたってなったはずなんですよ。ところがねなんかいい感じで仲良くなって今ちょっとこれ言うとちょっと水さすかなーみたいな感じでね。岸田さんんのののののね、こここななていうのかか下心ですよ、これはだから結局自衛隊と対馬、ね、観音寺が日韓関係を するため進めるためにっていう意味不明なことの下敷きとなってですね結局自衛隊と韓国軍の間の、ね、信頼関係を取り戻せないままそして仏像は返ってこないままというわけなんですよね。これは安倍さんだったら もううすぐ返せっってやったでしょうねだって判決出てんのに返さないとおかしいだろと国連に提訴するぞとかねなんなら経済制裁食らわすぞみたいなことを言わなきゃいけないんですよ。でこれ返したら返したで韓国政府もなんか政治的にね批判されるかもしれない。日本政府も今あまり言うとねせっかく日韓関係いいのにちょっと言えないかなみたいなねだから原理原理則をななんでですすよ日韓関係がががかかかかろうが悪かろうう悪ものはダメですからだからだまあちょっとね日本政府がやる気な ななないいいわわけけでですすよ両政府とも触りたくないみたくみになってるわけですからねだって今特にね向こうの韓国の政権がちょっとね前回の選挙で負けて弱り目じゃないですかそこで親日的なことをやるとさらに叩かれるっていうねですからもうこれ以上の親日的な行動は取れないわけですからでそのしわ寄せがこのね仏像に来てるということですまあ分かりますでしょうよくね話題にしてきましたけれどもこの話の流れが おかししいでしょう普通そんなことあるいやしくもね三権分立をね歌ってる国ですから。 司法があって行政があって立法があってねグーチョキパーの関係でどっかが暴走してもあとの二つが止めに行くっていうねだから三権分立ってね国家の統治権が権力が一箇所に集まるとこれ暴走した時に誰も止められないからですよだからグーチョキパーの関係で三権分立しておけば1個が暴走してもあと二つが止められるということで安全を高めているわけじゃないですかところが韓国の場合は三権がそれぞれ暴走しますからねそ三権暴走 三権分立じゃなくて三権暴走というわけでですねちょっとまあおかしいというねなんか近代国 を予想ってますけども実態はどうはしようもない全近代的な国家運営が行われているということですね、まあ、例えば中国の場合花から金平の独裁ですから全近代的なものだって分かりますでしょ三権分立なんかないわけです一極集中ですからね別にねそういう予想いで実態もそうなわけですよだから韓国の場合は癒しくも近代国家を予想ってるわけですよねでも中身は中国と一緒というかいやもっとひどいというかねですから から本当注意しなきゃいけないですねですからとってもね全近代的な感じですそこさえ押さえておけばこの流れは不思議じゃないわけですね一見近代国家のように見えているからえなんでこの判決がとかえなんで判決データに返ってこないのとか疑問になるじゃないですかそもそも あの法律とか関係ない全近代的な国だというふうに理解すればだからかとなるほどねというふうに理解できると思うんですよねこの番組長らく見てくださってる方はもうそこらへんはね驚かないというかむしろ、ね、制度通りテキパキと動くとそっちの方が韓国らしくないみたいに思うかもしれませんけどもねなんだかんだ言ってガタガタねおかしなことが起きて二点三点七点バットいろんなことが起きて 結局何もならないみたいなね。ってなるとああやっぱ韓国らしいなっていうちょっとしっくりくるっていうかねだからこの住職の考え通りでしたよそう簡単にね判決が出たからといってそう簡単にいかないだろうとそのとわりです。からというわけで 読む前からどんな内容かもうわかりますけれども、<laughs> 韓国らしいな。あ、そうそう。平常運転。伝統芸能とかね。まあそういう感じですね。多分そう簡単には帰ってこないなと思います。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。